我が王よ。生前の私が剣を捧げたただ一人のお方よ。我ら円卓の騎士を率いしお方、古きブリテンを守らんがために戦い続けたお方、我が政権をも超え得る星の政権を携えしお方、今私は確信している。あなたの在り方はきっと我々とは違うのでしょう。ソロサーバントではない。おそらくは征服王と同じくトップサーバント。征服王や旗の聖女は何らかの理由により破壊の軍勢に組みしたが、あなたは違う。おそらくは争いの全てを止めんがためにこそ、新たなるセラフにあなたは聖剣と共に降り立った。ならば私は。何やら独り言かな、ガウィン。先だってのトップサーバント2機が再びそこのエリアに出現したようだが、どうするね。君もまた連戦という形になってしまう。本陣に戻っても構わないと秦王は仰せだが。引き続きここは私に任せていただきましょう。確かめたいこともある。未だセラフの火は中天にあるのです。ならば太陽の騎士が引く理由はどこにもないのだと心得ていただきたい。了解だ、そう伝えよう。俺も今回は君に譲ろう。円卓の騎士として存分にやるがいい。破壊の軍勢とは面白い。武の合理、果たして破壊できるか。破壊の軍勢はあなたにお任せします。征服王の力知らしめる時でしょう。いささか不本意だが、まあよかろう。我が波動を存分に見せてくれようぞ。トップサーバント征服王イスカル、ムーンセルが召喚した強力な英霊だ。放置した場合の被害は想像もつかない。早急に倒してしまった方が得策だ。これからです。そこだ、ゴーゼンの光よ。味方が襲われています。助ければ。さっさ制圧完了。このまま領土を増やすのです。ガウェイ、エネミーを生み出すエネミー、全く知らない。一方
のです。助けたい。まだこれからです。急ぎましょう。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。ガウェイン参る。行きます。エネミーを生み出すエネミー、全く年がたい。勝利まで休みはありません。王の前だ。勇姿を示すがいい。失ったのならまずは離れる。今一度世が戻るまで待つがよい。これで安心です。ルーラーの名にかけて戦いを収めます。これで安心です。では先を急ぎましょう。マスター、間に合ったか。よくぞ駆けつけた。すでに再編は終わっています。ルーラーの名のもとにあなたを倒す。
敵の猛攻ですか。我々で盛り返すのです。あくまで抵抗するのですね。ではここからは本気を出しましょう。一刀両断。良い仕事ぶりだなマスター。この戦い、私が止めてみせよう。戦場で相まみえた以上、言葉は不要。来い、ガウェイン君。成長を見せてもらう。今日は、聖剣の輝きを持って、イクマンの子供とさせていただく。この剣は太陽の写し身、もう一振りの星の聖剣。エクスカリバーガラティー。締めよ。良い働きだ。強くなりましたね、ガウェイン。あなたらしい実直な一戦だった。ここまでですか。無念です。私はかつてあなたを死へと導いた我が王よ。ブリテンにて立ち上がり、アバロンへと至る王よ。円卓に集う十三騎士の王たる、ただ一人の王よ。私は未熟に過ぎました。故にこそランスロット卿への怒りを抑えきれず、ブリテンの対局に迷い、そして見誤った。反逆の騎士モードレット率いる軍との戦いで、私がランスロット卿を信じていれば、彼の援軍を受け入れていれば、あなたがカムランの丘で相打ちになどなるはずではなかった。全ては我が怒り、我が支援が招いた事態です。我が生涯における最大の罪、我が愚行、我が後悔。だからこそ私は求めたのです。もしも二度目の生があるのなら、今度こそと。今度こそ迷わず謝らず、ただ一振りの剣として最後まで尽くしきる。その願い、ここで叶いましたか、ガウェイン。一人の少年を、王政を秘めた者が王となるのを見届けました。ただ一振りの剣として、彼は若き少年王として散った。そして、私は願いのままに、彼の振るう剣として二度目の命を終えました。そして、三度目の今、私はいかにして生きるべきなのか、どうかあなたに示していただきたい。我が王よ、第一の姓での我が未熟と過ち、第二の姓での我が王ならざる者への忠義、いずれも在郷としての断罪もありえましょう。
第三の姓を捨て去るべきとあなたが言えば、ここで私は自刃して果てるまで。どうか、どうか、あなたに全てを委ねます。栄光なりし、アーサーを。ならば。ならばガウェイン、貴公はこれより先も太陽の騎士としてあるがいい。政権を携える者として、精霊の加護を受けし者として、栄光の円卓に集いし13の騎士が一人として、貴公は騎士だ。金剛石がごとく強固なその忠誠を私は信じよう。かつて強大なる緑の騎士と相対した時も、貴公は自らの未熟を恥じたが、何ら変わらぬ。あの時も今も貴公は同じくして誉れ高き騎士である。たとえ時経て仕える王が変わろうと、あなたは私にとっての誇りです、ガウェイン。我が王、私は破壊の軍勢の全てが消えた後には私は月を去ります。以後第三の姓はあなたの思うがままに生きなさい。栄えある太陽の騎士として仕えるべき相手を、支えるべき新たなる王をすでに見出しているのなら、その者の助けとなりなさい。あなたが気にかけているあの人物は、ええ、きっとセラフの良き王となるでしょう。私はあなたの行いの全てを信じます。登記場所から祈りましょう。私からは以上です、サーガウェイン。我が永遠の騎士の一人よ。お言葉、確かに受けたまわりました。新たなる王名、新たなる使命、必ずや果たしてみせるとここに誓いましょう。三度の姓で出会えた我が永遠の王よ。